あ、先生も訓練？もう上がろうと思ってたけど、先生がやってくなら私ももう少し。いいんだ、私のことは気にしないで、好きなだけ訓練してよ。ほら、時間がもったいないだろ、さっさと始めなって。疲れた、やっと終わったか。私は先生が来る前から訓練してて、先生と一緒に訓練を終えた。つまり私の方が長く訓練したってことになるよな。うるさいな、私の勝手だろ。ところで先生、聞きたいことがあるんだけど。先生ってさ、本当にジェラルト師匠の子供なの？自分のことなのに人ごとみたいだな。あんたは師匠をどう思ってるんだ？ちゃんと尊敬してるんだろうな。師匠がどれだけ偉大な人か、あんたちゃんと分かってるのかよ。そういや、セイロス騎士団の元団長ってのもここに来るまで知らなかったんだろ。まったく、師匠がいなけりゃ今のあんたは存在してないんだぞ。あんたは自分がどれだけ恵まれてたかなんて考えたこともないんだろうけど。あー、なんか腹立ってきた。いいか、先生も生徒も関係ない。私、あんたなんかに負けないから。先生はここに来るまでに傭兵としてそこそこ名を売ってきたようだけどさ、私はいつか必ずあんたを超える傭兵になってみせる。気合と根性でね。油断してたらすぐに追い抜いちゃうから覚悟しておいてよね。先生、ちょっといいかな。この前はごめん、私勝手に熱くなっちゃって、さすがに失礼だったと思ってさ、反省してる。あんたならそう言うと思ったよ。そういう細かいことにこだわらない器の大きいとこは師匠にそっくりだ。小さい頃に師匠に勝手に弟子入りして、それ以来勝手に一番弟子を名乗ってる。私が住んでた村に来たんだよ、師匠が。そういや、あんたは一緒じゃなかったよね。誰かに預けてきてたのかな。まあいいか。その時の師匠の仕事は密猟者退治だった。密猟者って言っても山賊みたいな連中さ。村の人たちじゃ手も足も出なかった相手を師匠は簡単にぶっ飛ばして踏んじばって、私すっごく感動したんだよ。傭兵ってすごいってね。狭い村の中だけで生きてた私には師匠が伝説の英雄みたいに思えてきて、それで即弟子入りを願い出たんだ。師匠は短い間しかいなかったけど、いろんなことを教えてくれたよ。傭兵のこと、戦術、武芸、鍛錬の方法、私には全部が新鮮で楽しかった。それで師匠と別れてからもずっと鍛錬を続けてて。本当は一流の傭兵になってから再会したいって思ってたんだけどさ、
元気なうちに生えてよかったよ。改めてお礼も言えたからね。とにかく私は師匠みたいな傭兵になりたくてずっと努力してきた。師匠に教えを乞いたくても会えなくて、わからないことは自分で考えて工夫して、そうやって孤独な努力を重ねてきたんだ。それなのにあんたと来たら、師匠の凄さも自分が恵まれていたことすら気づかないで、もうなんか腹立ってきた。私はあんたには負けない。師匠の一番弟子として絶対にね。先生、ちょっといいかな。この前は本当にごめん。私また勝手に熱くなっちゃって、謝りに行った挙句にまた喧嘩売って、猛烈に反省してます。はい。あんたならそう言うと思ったけど、さすがにな。自分で自分に呆れるよ。だけど師匠のことになるとどうも冷静になれなくてね。このままじゃいつまでたってもあんたとまともに話せやしない。それで相談なんだけど、先生、私と決闘してくれないか。そう、結婚。違う、決闘だ。こっちの都合で申し訳ないけど、あんたと真剣勝負して気持ちにけじめをつけたい。受けてくれるか。手加減は無用。お互いに全力で戦おう。乾杯だな。参りました。だとしてもあんたの方が強かった。おかげですっきりしたよ。先生の剣は正真正銘のジェラルド流。まるで師匠と手合わせしてるみたいだった。あんたと張り合うのは師匠と張り合うのと同じこと。もうやめる。これからは余計な対抗心を捨てて師匠との約束に専念させてもらうよ。師匠がね、自分に万一のことがあれば代わりにあんたのことを支えてくれって、その時は冗談っぽく話してたんだけど、その後すぐ師匠はあんなことに。そういうわけだから師匠に代わって私が先生を支えなきゃならないんだ。ちょっと頼りないとは思うけど、私根性を決めてもっと強くなるからさ。この戦争が終わるまで私の雇い主は先生ってことでいいかな。よし、契約成立だ。絶対にあんたを守り抜くからな。